本日のメインイベントです。スーパーファイトスーパーフェザー級60キロ3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。本日のメインイベントカズマ対ペーパリットジョージムの一戦ということになりました。3分3ラウンド延長1ラウンド。この試合解説はマンドコロジン選手貝村エリカさんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 59.9kg ジョージム所属元 WBA 世界スーパーフライ級王者テーパリットジョージム。ボクシングでも世界を取りました。そして日本人キラーとも呼ばれました生きる健闘伝説テーパリットジョージムです。175cm 59.9kg モンスタージム所属ライズスーパーフェザー級暫定王者カズマ。ライズスーパーフェザー級暫定王者になってから初めての試合ということになります。ファイティングユーチューバーカズマ。さあこの試合ですけれども上村さんどういうところを注目したいですか。はい、そうですね、オープニング一番最初にお話しした通り前回の石月選手とのタイトルマッチでかなり私的には苦戦している印象があったので、はいね、テーパリット選手もどんどん前に前に出てプレッシャーかけてパンチで攻めてくる選手なのでここをどう攻略してくるかというのは結構見どころかなと思います。このテーパリットですけれども本当に打たれ強いんですよね。そうなんですよね、もう本当にあの鈴木雅彦戦がもう印象的すぎてそうなんですよね、一気にファンになりました。はい、マンドコロ選手はどうですか。そうですね、やっぱ打たれ強いんで、しっかりポイントアウトして仕留めるところでいいパンチ当ててれたらいいかなと思いますね。まあカズマと言いますとその1年に1回もしくは2回しか試合をしないということでこのライズではレアキャラとも呼ばれていますがチャンピオンになってから、まあ、貝村さん今年あたりはかなり試合数も伸びてきそうですよね。そうですね、またの4月だったり6月だったり大きい大会があるので、まあ、そういう大会にねあのカズマ選手も出たいと思いますから、しっかりここでアピールしてほしいなと思います。ご覧のように身長では175センチのカズマそして160.5センチのテーパリットジョージムということでマンドコロ選手15センチぐらい差があるんですよね。そうですね、リーチを生かして戦っていきたいですよね。ジャブとかついて、はい、ただこの圧力がすごいですねやっぱり。そうですね、プレッシャーをかけていきますテーパリットです。気をつけてね。はい、蹴りもやっぱ意外と強いんで、そこも警戒しなきゃいけないとなったらちょっと怖いですよね。もともとムエタイの選手でもありましたテーパリットジョージム。ムエタイでは200戦を行って160勝という数字が残っています。あ、強烈なボディ、右のボディーブローを見せていきます。そして顔面の内訳、そしてローキック、会場がどよめきましたね、あ、ただここはボディを返していきますカズマ。やっぱりカズマ選手前回の試合よりもちょっと離れた間合いでしっかり蹴りも使って前回よりはかなりいいなと思いますね。三日月蹴りが得意というカズマ。前回の試合サウスポーで試合されてたと思うんですけど、今回はオーソドックスに戻してますかね。はい、まあ、どっちかと言いますとかなりこうスマートな戦いぶりというのがカズマ多いんですけれども。そうですね、前々回のノラシン選手の時の顔面の三日月なんかも今回見れるかなと思うと楽しみです。そうですね、普通ですとこう溝打ちのあたりに入る、三日月蹴りですけれども、それが顔面に入りました。カズマ曰く上限の三日月という名前が付けられています。ジャブいいですね、あ、ここはコンパクトに振っていきますカズマ。ラスト30秒。ただこのテーパリットのパンチですけれども、当たるとマンドコロ選手怖いですね。そうですね、もう思いっきり振ってきてるんで、ちょっと怖いですけど、しっかりジャブついていけば隙が出てくるかなと思いますね。相手をよく見ていますカズマです。左から入っていきますテーパリット。テーパリット選手はもっと蹴っていきたいですね。結構パンチ多いですね、蹴りも強いんで蹴っていったらパンチも当たるかなと思います。相手を突き飛ばしましたカズマです。ここで第1ラウンド終了。本日のメインイベントです。スーパーファイトスーパーフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。この第1ラウンドですけれども貝村さんどういうふうに感じましたか。そうですね、カズマ選手はかなり前回の試合から
まあ、スタイル戻して自分らしさが出てるなっていうのが印象的なんですけど、テーパリット選手は逆にいつもなら結構前のめりにプレッシャーかけていくんですけど、はい、結構こう後ろに重心があるの で、 そうです、ね、いつもよりちょっと攻めにくそうだなって印象ですね、はい、結構パンチ振るってどんどん前に出てくる印象もあるんですけれども、そうですね、やっぱりリーチの差がやっぱり感じてるんじゃないかな、やりにくそうだなと思いました。なるほど、はい、マンドクロ選手はどういう風に感じましたか。やっぱこのリーチの差は大きいと思うんで、うん、なかなかやっぱ入りにくいですよね。ただ近い距離になった時にカズマ選手は気をつけたいですね、はい。まあ、鈴木雅彦と戦った時には 57.5 キロだったんですが、今日の試合はカズマとの試合60キロの、試合ということで階級が一つ上がっています。ここはパンチからキックにコンビネーションつなげていきました。カズマ、いやパンチに変えますと迫力ありますね。本当ですよね、一発一発が本当に重い。ここも強烈。いやマンドクロ選手の音がすごいですね。すごい音ですね、ボディすごい。ここはしっかりとパンチを入れていきましたカズマ。でもカズマ選手はここ集中して攻めていきたいです、ね、はい、そうですね。ここはガードを固めていくテーパリット。右を返していきますが左、左が効いた。相手を捉えていく。スタンディングダウンを取りました。いやこれダメージすごそうですね。いやそうですね。これが2回目のダウンになります。いやカイムロさんすごいパンチ入りましたね。いや本当ですね。テーパリット選手がまさかダウンするなんて。ここもパンチを集めていく。相手を仕留めに行く。ここでレフリーが割って入りました。強さを見せつけましたカズマ。いやいやすごいですね、カズマ選手一気になんかパンチのテクニックだったりパワーだったりが、かなりレベルアップしているような気がしました。そうですね、はい、まあ、ボクシング経験のあるテーパリット、まあ、カズマもボクシングの経験があるんですけれども、もう殴り合いでテーパリットにしっかりとマンドクロ選手勝ってきましたね。そうですね、距離感もめちゃくちゃ良かったですし、ずっとそのカズマ選手のペースやったかなと思いますね、はい。まあ、得意の三日月蹴りは今日の試合は出てきませんでしたが、パンチメインでしたね。パンチメインでしたね。でもしっかり仕留めたんですごいですよね。こちらがテーパリットジョージム選手です。ただこう近い距離で大振りの力のこもったパンチというのは神村さん怖い部分はかなりありましたけどね。いや怖かったですよ、ボディもそうですし、一発当たってね会場があれだけどよめくっていう、どよめきましたね、攻撃もないのでね、すごいなと思いましたけど、でもやっぱりちょっと体重がねこの身長にしてはちょっと、うん、はいはい、ね、60キロ重すぎたのかなってちょっと思うと、はい、まあ、あのベストな状態で見たいですよね、テーパリット選手はねって思いました、ちょっと、はい、さあ勝ちましたカズマ選手のコメントです。ありがとうございました。これで5戦連続 KO 勝利でメインイベントとしてはしっかり仕事ができたと思います。4月どうでしょう、空いてますかね。枠あれば4月出たいなと思ってるんですけど、よろしくお願いします、はい。そしてですね、まあチャンヒョンリーが来れないんで今年はどんどん格上とやりたいなと思ってます。直樹選手できますかね。次もう王者対決決まってるんですけど、ぜひねその後僕とやっていただけたらなと思ってます。お願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場ということで、本日のメインイベントスーパーファイトスーパーフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドの試合、カズマ対テーパリットジョージムの戦いは、カズマが見事パンチで打ち勝って KO 勝利ということになりました。